老人ホームとは一定の高齢者が入所する施設に付けられた故障。かつては養老院と呼ばれていた。日本で最初の養老院はイギリス人エリザベス・ソーントンが1895年に女性老人のみを対象として東京市芝区に設立したセイヒルラ養老院である。その後民間、宗教施設に泊まっていた養老院が初めて国の制度上に位置づけられたのは 1932年に施行された救護法であり、戦後の1950年に救護法に変わって制定された生活保護法により、養老院という呼び名が養老施設に変更され、さらに1963年に制定された老人福祉法によって、老人ホームに解消及び体系化が行われ、現在に至る。日本ではかつて老人ホームは行政の 措置による入所がもっぱらであったが、介護保険法成立以降は利用者本人や家族の契約による入所が基本となった。なお、高齢者向けの入居施設には、老人ホームという名称を持たない種類のものもあり、サービス付き高齢者向け住宅第5条や認知症高齢者グループホームがある。老人ホームの地図記号国土地理院が老人ホームに用いる地図記号は、 家屋と杖を組み合わせたものである。これは2006年に全国の小中学校からの公募に基づき制定されたもので、国土地理院が初めて公募によって制定した地図記号の一つである。施設内で介護職員らによる殺人事件もしばしば発生するが、いわゆる介護疲れからの介護殺人ではないケースも参見される。ありがとうございます。